皆さんこんにちは。広島県知事の湯崎秀彦です。2021年4月、新しい県立大学、英系大学がいよいよ開学します。グローバル化やデジタル技術による社会変革など、世の中は想像もつかない速さで変化しています。これからの社会では、何を知っているかではなく、知識を活用して新たな価値を生み出し、予測不可能な時代を切り開いていく力がより重要となってきます。そこで英系大学では、企業や市長など実社会の多様な主体から提供された課題に挑む課題解決演習に力を入れていきます。学生は少人数のチームを組んで、リベラルアーツやデジタルリテラシーなど学んだ知識やスキルを実践応用して、ボトルネックの把握から解決策の立案までを一貫して取り組み、仲間と切磋琢磨しながらリアルな課題を紐解き、新たな価値を作り出していく力を養います。また日英2カ国語での授業や海外留学、インターンシップなどを通じて、社会で即戦力として活躍できるコミュニケーション力や多様性を尊重する国際感覚を培います。キャンパスは広島市の中心部に位置し、生活はとても便利です。少し足を伸ばせば、瀬戸内海や中国山地の四季折々の自然と恵みを楽しむことができます。学生の4人に1人は海外からの留学生という構成も相まって、英系大学でしか経験できない魅力的なキャンパスライフを過ごしていただけると思います。日本中、いや世界中から熱い志がここ広島に集い、英系大学で学び、自らの可能性を大きく広げた若者が、まだ見ぬ未来へと力強く巣立っていく姿を楽しみにしています。あなたのチャレンジを心よりお待ちしています。